猛火バイパスは、栃木県猛火市内を通る、国道294号のバイパスである。栃木県猛火市摩町付近猛火市街地を通っていた、旧道は、猛火市街地の人口増加に伴い朝夕に渋滞を起こしやすかった上に、右左説が多く通過ドライバーにとってはルートを見失うなど、交通の愛路となっていた。また、栃木県立猛火女子高等学校や、 羽賀関十字病院の横を通る一部区間は境外で、歩道が整備されておらず、安全面に問題があった。このような交通状況の解消、地域開発、社会の活性化に伴う交通需要に対処し、広域交通網の強化に役立てることを目的として、計画されたのが、東バイパスであり、儲かし中心部の東側を通過している。最近では、 ロードサイド店舗が多数出店しており、渋滞が激しくなることがある。1978年に、事業着手、用地買収などで、周辺住民との交渉が難航したが、1988年11月8日に、全線開通した。なお、旧道は、猛菓子道、茨城県道、栃木県道45号筑波猛菓線の一部。 栃木県道47号猛火上野川線の一部、栃木県道257号西小浜は猛火線の一部、及び栃木県道61号猛火烏山線の一部に、広角となった。車道部は3.25メートル、歩道は両側に2メートルずつ設置されている。車道両側には、栃木県木である土地の木、もみ、さつき、つつじなどが植樹されている。上層バイパス。 二宮バイパス、八木岡バイパス、毛岡バイパス、つくば未来市から 50km 以上北進を続いてきたバイパス道路はこれにて終了となり、東バイパス以北は昔ながらの道路になる。ありがとうございます。